君って頑張り屋さんなんだね。僕も君に続かないとね。命中。だって普通は大切なパートナーを一人で行動させないでしょ。片方をおとりにして片方が影から狙ってるんだろうな。いいでしょう。強くて射撃のうまい僕のパートナーさん。まずい、位置バレたかも。ひとまずあそこの茂みに隠れよう。僕ら完全ロックオンされてたみたい。前に注意を引きつけて後ろから仕留める予定だったのかな。やったね。君が謝ることじゃないよ。それより守りきれなくてごめんね。
負けちゃったこと自体は仕方ないと思ってたけど、そうやって笑わせてくれるところ本当に好きだな。どういう意味だろうね。